浴場にやってきました。お、こっちか。初めて来たな。誰かいないか。開けろ。あかんな。何の騒ぎです。今日は営業してませんよ。店主と話したい。ここにいるはずだ。ご主人様は今とてもお忙しいのです。忙しい。お客様を大もてなし。では別の客が待っている。わかりました。まあ穏便に行こう。穏便に。あ、いた。シニルーベンが心よりお迎えします。私はハッペンです。結構礼儀正しい感じだな。これまであった悪党どもとは違って。浴場でお会いになられます。手前の更衣室で服を脱いでください。行こう。浴場って言ってたから違う店想像してたんだけど、このウィッチャーなら。ここで服を脱いでください。装備品はお預かりします。ここで、どこで。ここ使おうか。裸だ。どうなっとんかな、装備は。あ、所持品見れんわ。ありがとうございます。シギルーベンは隣の部屋です。お、ねえ、博士さん、素敵なお尻ね。言った通りね、赤くならないわ。混浴やん。娼婦か。特別料金でしてあげたいけど店長がダメだって。ごめんね。ははーん、やっぱ普通の浴場じゃなかったな。それでジュニーは手を切り落として死体の尻に突っ込んでよね。それから死体を送り返したの。すごいなぁ。こんなか。ここはビップルームかな。落ち着けクリーボー。ホワソンジュニアはもう死んだも同然だ。書記官に通知書を送らせる。書記官はいないくせに。ジュニアを消すのは唯一全員が同意した時だけだ。ルーベン、客だぞ。すごいな。仁義なき戦いみたいだな。話したかったからだ。リビアのゲラルトだ。また会えて嬉しいよ。こいつ物乞いの王だな。仲間外れか。お前は何者だ。ウィッチャーだ。配管を直してもらうのか。それは問題ない。ゲラルトは昔からの友人だ。ただ…ん？侵入者だ。何者かが浴場に入り込んだ。一人じゃない。こいつは何を言ってるんだ。占い師かなんかか。殺し屋よ、やめて。え、畜生、思った通りだ。隠してある武器はないか。少しだけな。裸で戦うんか。こんな格好でする喧嘩は初めてだ。呪文は使える？よっしゃ。どうだ。他にはどこがいる。一人生け捕りにしろ。一人生け捕り。
やばい、衝撃が。よくやった諸君。本当に申し訳ない。うちの警備の不手際だ。必ず黒幕を突き止める。ホアソンの手下どもだ。わざわざ調べるまでもなかろう。おい、気をつけろ。客人の前だぞ。その話はやめろ。襲撃の直前にやってくるとは大した偶然だな。どうにも疑わしい。釈明の機会を与えてやろう。ご友人に紹介してくれないのか。ハッペンがいなくてよかった。こんなプレイをしたら尻を叩かれるところだ。フランシス・ベドラムは知っているな。芸術をこよなく愛し、資産の乏しい起業家の支持者として有名な個人だ。これは無声の王よな。ドワーフのカルロ・バリフ、またの名をクリーバー、芸能関係者だ。ホワソン・ジュニアを探してる。ほう、やつに何の用だ。人探しに力を借りたくてな。ホワソンは生涯を通して誰にも力を貸したことがない。丁重に頼むさ。どうだクリーバー、もしジュニアを下水呼ばわりせずに丁重に頼んでいれば今日現れたかもな。こいつのせいで現れんかったんか。お前ら正気か。おしゃべりに興じてる場合じゃない。ホワソンは俺たちを狙ってる。やられる前にやるのが鉄則だ。お前らがここに座って湯に浸って屁をこいてあぶくを眺めてる間に、俺なら部下をホワソンの隠れ家へ送る。騒ぎを起こして奴をいぶり出してやる。ドワーフってのは喧嘩っ早いな。ゲラトリックだかなんだか、ホワソンを見つけたい。ゲラルトだよ。俺を見つけるんだな。ジュニアの居場所の手がかりはどんな糸口でも助かる。シギ、試す価値はある。こいつは人探しが得意だ。それに秘密を守れる。ちょっと卑猥な入れ墨しとるな、こいつ。会いに行くよフランシス。続きはそこで。さて、まずは服を着ないか。もちろん。それから話そう、二人でな。敵が落としたアイテム拾いたいけどな。まったく、しょっちゅう入浴する原因を作った男に再会できて嬉しいとはな。それでお前が清潔になったなら足首を折ったかい。残念だが、今じゃ一日に最低6回はお湯に浸からなきゃならない。そうせざるを得なかった。ああ、もし過去に手下にお前を拘束させ。ルーベン、いや、ディクストラだったな。具体的な要件できてる。聞きたければ。構わんさ、話せ。クリーバーがホワソンを見つけると。どうだかな。だがそのためなら奴は何か考えは。ジュニアが牛耳っている区域がある。そこを調べる。お前とベドラム、ビジミル王に幾度となく話したことを教えてやる。しくじるな。お、仲間はお前の過去を知ってるのか。元レダニア諜報員のシギスムンド・ディクストラだと。そうなんだ。クリーバー・ベドラ。だが我々はお互いに。俺の正体、ベドラムは当然知ってる。聞き込みをしてみるのも手だな。やつの稼ぎの柱はギャンブルだ。町最大の賭場、さらに町の奥深くにと。ホワソンの家を調べてもいい。あそこにジュニアの賭場。なんと英兵だの。ホワソンは表向きは賭場と向く闘技場はギルドルフ地下の下水道だが、ビッジュニアは喧嘩が大好きだ。ウィッチホワソンにはいい。橋の向こう側、聖堂
賭場が闘技場にホアソンがいないか確かめる。好きにしろ、正しい。協力に感謝する。いいから行け。もし見つけられなかったら会いに来い。はい。おい、ダンデリオンがジュニアの不況を買う。つまり、とびきり美しい。どうなったか想像つくだ。リュートだ。それか。トゲのある息。すまない。最近態度が悪いことは。こんにちは。もちろんだ、バカめ。まいったよ。仕事が。なるほど。やってくれるなら。報酬は。ただじゃやらない。誰に聞いた。誰。お前にも他の誰。おしゃべりはここ。手を貸そう。言葉で説明するより見せる方が早い。百分。そう思った。なんか余計なサイドクエストが増えたな。もう一つ頼む。クベントやりたかったな。なんだ？ついてきてもらえるかな？ちょっと待って、こいつ足に装備つけてないんだけど。まあちょっと一回セーブしようか。どうやらまた一回服を脱いだら装備品がつけられなくなってました。何なのかな、これ必要レベルはアップデートで上がったんかな。しょうがねえな、ほんま。下半身裸でいくか。ディグストラついてきて、どこに行っとんかな。一応アイテムは回収する。なんかおるんか。音がするぞ。バート、またか。バート、何をカットな、こいつは。バート、やめろ、今すぐだ。バート、ダメなやつ。シギの宝をなくした。壁に頭を叩きつけてもそれは変わらん。バート、痛い。バート、考え浅い。トロールか。バート、頭悪い。悲しみがない。どこで手に。デリカニアだ。本当に舌がよく回るやつ。冗談と。バート、デコボコの馬見た。シー、トロールとの意思疎通には困った。あの穴を覚えておけ。仕事はあれに関連してる。それと、あの扉が見えるか。裏に金庫がある。最近まで貴重品が詰まっていた。バート、守った。つまりだな、誰かが20トン近い俺の金やらなんや。なぜ自分でた、はあ、金は分かるだろう。できればいい。なぜ俺なら信用。さあな、そのバート、ごめん。分かった。熱意にあふれ。ウィッチャーの性格だ。感じ。まあいい、言ってみろ。事件を目撃。バート以外にか。いない。じゃあ上の階は。なかった。いそれで。それがどうした。そんなことは分かって。ニルフガードのフロレンスが3箱ピカピカのタグ。泥棒は後ろ。素晴らしい名探偵。いやだが、穴ない。どか。
ドカンだって。ドカーン。説明する。爆発はこのトロールとの意思と経験の積み重ね。悪い気カビを出す報酬。お前には言っていない、マヌケ。どこまで話したか。バート、そいつらを見た。バート、あなたを打った爆発。もういい。自分で泥。当然だ。ホンスというノロマをやった。何があった。奴はものすごいゲップを始めた。壁が揺れるほどのゲップ。引きずり出そうとしたら、あ、部下の命は大切だ。自ら入っ。俺にもよくわからん。何か気づいたはず。いいや、何一つ気づく。下水道を知る。小瓶がいくつかある。ちょ、助かるよ。感謝される言われはない。全くな。窒息されたら役に立たん。いいか、用があれば上にいる。空っぽ。ダンディルの一体何に巻き込まれたんだ。まあちょっと一回その前にクベントしようかな、あいつと。よし、ズボンもまた新たに履いたし、やっていくか。これは内側で何かが破裂し壁ごと吹き飛ばしたのか。うん、浴場の下水管はここに集まってるようだな。なるほどな。これはキノコ。ただの素材か。これは何だろう。下水管の柵か。爆発でクシャクシャだ。モルタルがついてる。つまり爆発時には定位置にあって爆風で壁から剥がれたのか。魔法の痕跡はない。呪文ではなく爆弾だ。ではなぜその破片が見つからない。水で流されたのか。そこまでわかるんか。これはこんなところまで下水管の一部が。強烈な爆風だったらしい。解毒剤を飲まないとこれ以上進む。息が苦しくなってきた。ウィッチャーの霊薬の方がマシだな。一応5分ぐらい持つんか。醜い化け物め。敵も出てくるんじゃな。厄介じゃな。一応解毒剤の残り時間にも気配っとかんとな。5分ぐらいは持つんじゃな。まあ足らんくなったら作れるみたいだし。これはキノコか。お、これは頑丈そうな柵だ。あれに何かを通すのは無理だろうな。こっちはいけれんかったよな。鍵がかかってる。こっちはいけない。お、なんかいる。間違いなくここを通ったな。銀とエメラルドの指輪。またなんかあった。また宝石だ。真珠。これは死体。ディクストラが雇った悪党だ。おお、なんか今何だったんだろう。ロードのあれかな。
そろそろあれが消えそうじゃな、霊薬の効果が。瞬殺。また宝石か。これはいただいていいんかな。他の者の話は出なかった。ダンデリオンの仲間か。あちこちで吐いてる。おそらく解毒剤を持っていたんだろうが、こいつも吐いてしまったんだな。死体を燃やさないと。そんなにいつまでもドラウナが寄ってくる。近いな。死体を燃やせって言ってたの。これでいいんか。あっちの死体燃やさんでいいんかな。一応燃やしとくか。これでドラウナーは他の餌場に行くだろう。お、もう毒ゾーンは抜けたか。で、なんかただっぴるとこ出てきたな。これは？うん、容器の底、おそらく銀製だな。そこにルーンが刻まれている。歪んでる。多分爆発のせいだ。こっち行ってみよう。爆弾の一部だろう。この匂いはワイバーンの油と絡めるか。ここはよう分かるな。ディクストラにある。あれ、もう捜索せんねん。